こんにちは、こんばんは。いなこ食堂へようこそ。今日はね、ゆるい雑談ささやきをしていこうと思うんですけど、こないだ成人の日だったじゃないですか。だからそれにちなんで学生の頃の話を主にささやきでお話ししていけたらなって思ってます。じゃじゃん。ついにとうとうやってきちゃいました。ビール、私のチャンネルに飲酒の動画がアップされることになります。ちょっとね、プシュッとさせてください。その前に、成人された皆様おめでとうございます。まあね、これからいろんな選択肢が増えて、やりたいこともどん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 出てきて、でね、体の不調とかも、それはまだ早いか。何よりも、一番自分が楽しめる、そして後悔のない時間の使い方が、私はすごい大事だと思ってるので、やりたいことは若いうちにやりましょう。はい、ちょっとまあ、お酒入れていきます。やばい、今日さ、この後仕事なんやけど。やばい、ちょっとこの後仕事なんですけど、お酒飲んじゃいます。今見てくれてる人は共犯です。じゃあ乾杯。あー、うまい。じゃあまずはじめに、この前成人の日だったということで、私の成人式の話をしたいと思います。皆さんはどんな成人式でしたか？私はね、思い描いてた成人式となんか全然違う結末になっちゃったんですけど、まず女の子にとって振り袖選びってすっごいワクワクする楽しみの一つなんですよ。私は1年前ぐらいから準備をして、予約して、何回も足を運んで、前撮りもして、当日に備えてワク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 って心の準備をしてたんですね。で、その選んだ振り袖も、青と紫がグラデーションになってて、ラメがわーって、なんか流れるようにね、ラメがわーってついてる、すごい綺麗で大人のような雰囲気の振り袖だったんですよ。これは他と被らないだろうと思って、それを予約したんですね。前日は普通にお仕事をしてまして、でね、なんか寒いなーって急に思ってきて、なんか今日寒くないですかって上司に言ったら、全然寒くないで、暖房もつけてるけど大丈夫みたいな。結構具合が悪くなってきちゃって、早上がりさせてもらったんですね。で、まあなんとなく想像してたんですよ。あ、これインフルエンザじゃないかなって。でも病院がやってない日曜日、月曜日とか、なんかそんな祝日だったから、病院がやってなくて、診察とかにも行けなくて、どんだけ熱が出てもその振り袖を着て成人式迎えるって決めてたんで、もう気合でその日は早く寝て次の日迎えたんですね。でね、次の日何の変哲もなくて、めっちゃ元気になってたんですよ。もう起きた瞬間から頭の
常にワーキャー言いながら写真撮ったりとか、久しぶりってぷちゃ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 喋ったりとかしてたんですけど、当日40度か39度の熱があったんですよね。帰ってから熱上がって気づいたんですけど、そんだけ熱があって、でもアドレナリンのおかげで全然しんどくなくて、ほっとして、あ、出れないと思った成人式も出れたし、しんどくもないし、あ、無事終わったわって。でもまあ後日知ったんですけど、私が座ってた席の周りの子みんな数日後にインフルエンザになってて、私いろんな人にインフルエンザを振りまいたっていう、まあね、1年後ぐらいに事故かなと思って集まった時に、ごめんね、あの時私インフルエンザやって多分うつしてたと思うみたいなことは言ったんですけど、ごめんごめんって笑いながらね、みんな許してくれて優しいから、うん、なんかすっごい濃い成人式でしたね。でね、なんかインフルエンザで思い出したんですけど、私毎年毎年インフルエンザになる子供、学生だったんですよ。みんなはインフルエンザとか熱とか嫌なタイプですか？嫌だよね、普通。私はなんか熱出たりとか体調不良になるのが好きで、好きでって言ったらなんか語弊があるんだけど、みんな優しいから、コンビニとかで買い物したものを私の家までこうやって届けてくれたりとか、お父さんもプリン買ってきたよとか、雑炊作ったよ食べとか、みんな優しいんですよ。だからね、熱出たりするのが好きっていう、なんか変な優しい気持ちに包まれたいやと思う、多分ね。さあ、どういう学生時代でしたか？これってね、これあるあるだと思うんですけど、勉強に関してはもう3年生になったら頑張るみたいな発言みんなしてませんでした？私はね、よく1年生2年生の時に、まあ習うことっていっぱいあるじゃないですか。それをほとんど勉強してなくて、まあ、授業中寝てたというか、絵を描いたり、友達とね、こうやって、なんかちっちゃい紙に書き換えて、手渡しで授業中喋るみたいな、そんなのをしてたんですけど、まあそもそも基礎がね、わかってないじゃないですか。方程式とか、いろいろあるけど、私それも覚えてなかったし、勉強してなかったから、結局3年生になっても勉強できなくて、頑張って勉強しようと思うんですけど、なんかね、今まで寝てたりしたりとかが多かったから、なかなか集中できなくて、サボってたな。うん、サボってたね。あとさ、午後5時間目、1限、2限、3限、4限、5限、お昼休憩を挟んだ5限の異常な眠さね。食べるから眠たくなるんだろうけど、あの眠さは異常よね。なんかもう、こうやって、ってなりながら、なんか勉強頑張ろうとしてた気がする。結局寝るんだけど。だからね、今、学生さんの方は、ちゃんと、勉強してくださいね。勉強したら今後の選ぶ選択肢が増えるから。うん。ファイト。学生生活あるあるをなんか何個か思い出してみたんですけど、まずみんな多分これは納得してくれると思うんだけど、屋上への憧れ。
私も学生生活といえば、なんかドラマとか見ててもさ、屋上に行って屋上でご飯食べるとか、なんか屋上に呼び出して告白するとか、屋上で授業をサボってそれを女子にバレてそこから恋愛がとかなんかそういうイメージだったんやけど、私の言ってたところは屋上に行けなくて、チェーン鍵がねかかってて屋上に行けないようになってたんですよ。でこれを結構地元の友達とかに話したりしたりすると、あ、私のところもそうやったみたいな声が多くて、みんなはどうでした？実際に屋上でその青春を送れる学校ってあるのかな？そっちの方が多分珍しいんじゃないかなってぐらい、みんな屋上に行けない。まあ屋上って危ない。まあまあね、まあわかるよ、わかるけど、ちょっと期待しちゃうじゃんね、屋上にさ。ね、わかるでしょ屋上でやっぱご飯食べたりしたいやんみたいな。屋上で寝っ転がって、あの太陽の光浴びながらぼーっとしてたら先生が来てとか、女の子が来て、そっから恋愛に発展するみたいな。もうね、学生の頃はもうずっと恋愛恋愛恋愛っていう頭だったから、結構なんか屋上でのラブストーリーに憧れてましたね恥ずかしいんだけど。あともうこんだけしかない。あとまあ先生に恋をしたりとかね、あったんじゃないですか。みんなも恋をする、先生に。しかもそういう先生って思わせぶりな態度をとるっていう、大人になって考えると思わせぶりっていうか、まあ、ただの生徒への優しさみたいなもんやと思うけど、結構思わせぶりな態度の先生多い気がする。私もさ、実際先生のことを好きになったことがあって、私はあの保育コース、保育科だったんですけど、その保育を教えてくれる先生がすごい優しくて、なんかなんて言うんだろう、憎めない優しい可愛い感じの先生だったんですけど、やっぱね、その先生のことを好きになるとその教科のテストの点数だけ上がりますよねその教科の点数だけなんか異様に高かったな。毎回毎回テスト勉強って、まあ、1週間前ぐらいからみんなするのかな。いろんな教科の範囲を勉強していくですよ、ちょこ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 。私は1週間丸々使ってその教科しか勉強しないみたいな。今考えるとね、なんかわかりやすいなって感じですね。全てにおいて自分の興味のあることないことに興味の落差がすごい。でも実際さ、やっぱそうですよね。勉強するにしても恋愛するにしてもアルバイトするにしても何かの興味って学生時代の時すごい濃かった気がする。学校がその世界みたいな、範囲が狭い今よりも。だから何か一個に夢中になるとすごいそれに突進していくような気がする。私もそうだったんで、うん、学生時代は K-POP にハマってずっと K-POP 聴いてたりとか、好きな人ができたらその人のことをずっと考えてたりとか、片思いだったら毎朝その人の前に行っておはようって手を振って今日もかっこいいねみたいな、なんか、うん、楽しかったなあの頃めっちゃ楽しかった。今もね、
ちろん楽しいけど、あの時はあの時なりのはっちゃけてた若、はっちゃけた若い心で楽しめてたなっていう感じだからね。最近こうやってお酒飲むじゃないですか。友達と会ったりとかした時もそうなんですけど、学生生活の頃思い出すことが増えて、あ、懐かしいなとか、学生生活の時の話を友達として、あ、あんなんやったよな、あれ覚えてる覚えてるみたいなことを話すことがすっごい増えた。それが楽しい。こうやって、まあ、今話しててみんなもちょっとわかるかもしれないんだけど、私ってすごい喋りが下手くそで、だからね、言葉を順序立てて物事を説明するのがすごい苦手。今年は苦手だからって言って逃げてるのも違うなと思うし、もっと私のこと知りたいと思ってくれてる人も中にはいるので、こういうささやきをメインとした雑談もいろいろしていきたいなと思ってます。ただね、お話、言葉として伝えるのがすっごい下手だから、なんか聞いてくれてるみんなもちんぷんかんぷん、何その表現みたいなことが多いかもしれないけど、お勉強をしながら克服してお話し上手になっていける年になればいいなと思ってます。だってね、ここにも今メモがね3つあって、このあるあるとか入学式の話とか、なんかいろいろねメモしてきたんだけど、結局メモ通り喋れないから、もう思いつくことそのまま今喋りました。難しいね、雑談も。なんだ、ごちそうさまです。てかやばい、あと10分で仕事家出ないといけない。まあこんなもんでね、酔っ払わない、まず酔っ払う、酔っ払ってんのか、酔っ払いませんけど、頑張って酔いを覚ましていきます。学生時代できなかったことを私は今やってるので、ほんとね、学生の心はね、何でもできたはずなのに、周りと違うことをするのが怖くてしてなかったから、ちょっとだけね、後悔してます。だから今こうやって自分の好きなことを優先して、自分の人生を豊かにしようと心がけてるんですけど、まだまだね、青春は続きますので、青春の終わりとかないからね。学生時代だけが青春って思われがちですけど、30代でも40代でも50代、60代、70代でも青春ですからね。青春の意味があんまわかんないけど、青い春と書いて、まあ楽しいことをしてることを青春って言うんじゃないかなと、私は勝手に思ってます。だから私の青春は今も続いてます。みんなも青春を